あれえ、こっからいきなり始めるのちょっと待って、俺好きな色何なんだろう <laughs> <laughs> 岡村和義のポッド奥までこういう薄い、こう、チャイニーズが使うような緑色のこと、なんていうのかしら俺もね、緑、緑ってやっ,ったんけど、色が、はい、じゃあ緑について語ればいいんじゃないですか チャイニーーズグリーンって適当に言いいますよはいはいえー、好きな色はチャイニーズグリーンの岡村水樹です。好きな色はナチャラグリーンの斎藤和義です。はい二人合わせて,そして岡村和義です。春白楽もね、配信リリースしております、うん。そうです。これ何回目になるのか分かんない。三回目なんでしょうか、きっとね。うん。二人で。 どうなんでしょう、うん、聞いてくれてるんでしょうかねそうですね。聞いてほしいですね。これ撮ってる時点でまだ、あのー、はい、配信というか、まだされてない状態で撮ってるので、うん、メールとか募集してましたが、まだ手元にない状態です。いろんなね、ことを聞きたいね。うん。うん、その何ですかそのチャ,チャイニーズグリーン。なんかね、緑、なんか、 中国の陶器とかでよく使われてる。うん、ちょっと薄い感じの、ね。<ー>なんとなくわかるでしょはい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 。ああいうね。ああいうやつ。はいはい。好きなんですよはい、はい。俺もなんかね、緑なんだけど、うん、緑でも、なんつうとなんだろうね、若葉色というのか。濃い薄いえっとね、うんと、ちょ、うんなんつったらいいのかな。ちょっと薄めでもあるけど、なんか最近、最近でもないか。よく海外のドラマなんか見てると、うん、最近見たドラマで、 あの、ネットフリックスかなんかでやってる。うん。なんつったっけな。ええー、と、えーなんつったっけな。なんかこう、コメちゃんにも LINE して送ったけど、なんか飛行機が、うん。ええと、ジャマイカ便に乗って、うん。あの、まあ、普通に家族旅行とかいろんな人が乗ってた飛行機がニューヨークに向かうんだけど、うん。途中でなんかこう雷みたいなのにあって、うん、すごい飛行機揺れて、うん。 で、まあ、収まって、で、あ飛行機ニューヨークに着いたら、五5年後だったっ、うん。ええー。5年経っちゃってた。ええ。そうドラマがあって、うん、シーズン4までで完結なんで、すごい面白いんですけど、うん。見てみます。タイトル忘れちゃったな。うん、なんせ <laughs> <laughs> ね、あの、そのドラマに、うん。何かとそこの、あの、主人公のお姉さんとか、うん。お兄さんとか、 よくこう、アメリカ人とかが来そうだな、みたいな、なんとも言えない、日本ではあんまり見ない緑色ってあるでしょありますね。青とかでもそうだけど。うんうん、やっぱなんかちょっと、何、何緑っていうのかよくわかんないけど。濃いの薄いのだからね、黄緑でもないし、その陶器の緑でもないし、うん なんつうかな何色っていうのかなの真緑色ってあるんですか葉っぱの色とか。あんな感じあれよりも、ちょっと、くすんでる、もうちょっと抹茶に近いというか。ああモスグリーンみたいなあ、そう、モスグリーンに近いんだけど、それよりはもうちょっと、うん、あの、モスグリーンって言って、ちょっとこう、ほら、群物っぽい寄り方するけど、うん、イメージはね。それよりはもうちょっとね、なんつったらいいのかな、うん、よくセーターなんかで、 着るような、あ、緑のなんか着たよ。ああ、俺でもはね、このあたりが多分好きなんだよね。白六。うん。あ、白六。白六。白六グリーンが好きな岡村康之です。白6。白6。はあ。俺はね、どっちかというと、この辺かな。ああ、やっぱりでもちょっとモスグリーンだね。エルムグリーン。うん、あ、でもビリヤードグリーンっていうのにも近いのかな。あ、でも違うな。 この,この辺り、この辺りだとやっぱり群物っぽい、モスグリーンっぽい感じるけど。あ、まだいっぱい、すごいパンだね。アイリキューなんて色もあるんだね。いいね、名前が。最近結構二人でいることが多い岡村和義ですが。うん。なんか忙しい、やることが多い、ですか まあまあねであの。とりあえず5ヶ月連続リリースなので、うん、そこのリミットへのヒリヒリ感はね、うん、ヒリヒリンヒリンしてるよ。ヒヒリリそうだね。うん、確かに。はい、まあでもきょあのー、なんていうか、一応その5ヶ月リリースの、うん、こう順番はこの間、ちょっと前に、 大体いい決まってね。うん、この順番で出しましょうなんていうのあって。うん、まあその曲以外にもまあツアーがあるから、他にも曲はいくつかあって、うん、そっちもまとめつつ、うん、その中からじゃあ最初の5曲はどうしようかってことで選んでった中で、うん、あれだね、その春白濁が出ましたね。うん、出ましたね。うん、話題のね。話題なんでしょうかね。うん、これはだから、それこそ岡村ちゃんのやってたラジオで、うん、 二時間、うん、の中で曲を作る、できるか調整みたいな企画のもと、うん、やってみたところ、意外と、あら、なかなかいい曲なんじゃないなんつって。そうですね。うん、で、それを今回あの発表するにあたり、うん、それをもうちょっとこう生の楽器に差し替えたりしましたね。うん、しましたね。あれ、岡村ちゃんベースは弾き直してるんだっけえ、弾き直したかな。うんうん そうそう。俺あのドラママシンだったりつ、俺がドラマだったり。そうそう。あの、だから、放送の時に聞いて、まあもちろんその音源ももらって、たまに聞いてましたけど、今回改めてミックスをね、結構生に差し替えつつ、ミックスしたり、歌も歌い直したりした中で。グッターロック色が高まってね、すごい生演奏の感じが出てよかったですね。ね。うん あれ、去年の段階で一回ドラム俺撮ったんだけど、ん。なんか、どうも、もう一つだなって自分ではなんとか言ってなくて、今年の頭ぐらいですかね。なんかもっとこう軽い音のするドラムがいいんじゃないかドラム変えたもんね。そうそうそう。すごいちっちゃい。前はなんかチャーリー・ワッツのモデルみたいな。あ、そうそうそう。その中で撮ってたんだけど、今回はすごいちっちゃいヤマハのね。うん。薄型のね。そうそう、薄いベイドラの。 あれもすっごいタイトな音していいですね、あれね。これなかなかね、うん、そうそうそう、それで撮り直したら、こっちの方がやっぱり、ハマったなぁなんて思って。うん、で、ミックスを改めて聞いたら、あの、小村ちゃんのベースが、うん、これどう、何弾いてんのみたいな感じで、さすがだと思いました、ね。本当ですか,かありがとうございます。パンクの、なんていうんですかピーパンク系って言うんですか、うん、これあんま詳しくないですけど、そういうのの,の、あの、なんていうか、ブぶブ ビンポン、デン、デ,ン,デン、ババーン、ブーン、<laughs> みたいなやつ <laughs> まあでも本当にね、あの、あの曲,、ね、あの曲自体だからほら、二人しかいないので、演奏してる人が。うん、だから、ドラム斎藤さん、ベースボクで、うん、そのリズム体のかっこよさも味わってほしいなと思いますね。ですよね。うん、あれだからビデオを、当時はあんまりビデオを全部作るって話でもなく、うん、あの、 なんでさ、全曲やろうと思ったのスケジュールが大変なんですけど。なんでクレームクレームじゃない。なぜいや、せっかくさ、その5曲連続配信って時に、この時代で、やっぱその曲だけ聞いても、まあ確かにね、YouTube の時代だから。そうそうそう、やっぱ映像もあった方がいいんじゃないと思って、そんなに別にこの時代、その、 もちろんお金かけようと思えばいくらでもね、うん、そまあ、資本があればいくらでもいけるでしょうけど、うん、そうじゃなくてももっとお手軽にこう、うん、今や、そう、下手したらもう iPhone 一つでもこう、うん、アプリで作れちゃう時代の中、うん、そんなにそんなにこう、ハイクオリティなビデオを望んでるわけじゃなく、うん、まあ二人がこう作業してたりだの、 なんだかんだでいつも撮ってたでしょ撮ってましたね。まああいうの使うなり。もともとだからそのビートルズのゲットバックを見て、二人ともこう刺激を受けて、で、録音現場も撮っとこうと。何もかも撮っとこうっていうことで、まあずっとカメラ回してたんですよね。何台か。そうね。うん。ほとんどがこう、使えない話使えない。あの、よう憂う話とかね。そうね。大体我々よう憂う話が多いね。 よう売れた,たり。よう売れたり。ま、そんな話をしながら、はい。そう、だからそういうのもあるし、うん、ま、そのお手軽に撮ったビデオでも何でもいいから、うん、あの、きっとそういうのは使えるんじゃないなと思って、うん、うで、ま、うちのスタジオで、ま、とりあえず適当に撮ってみますか、みたいなことでね。たくさん撮りましたね。そのいつも岡村ちゃんの、あの、マニュピュレーターをしてくれる、うん。ベイベイの皆さんには多分おなじみの米田さんが、うん、うんうん 本んさんが意外とそのカメラも昔やってたなんてね。そ,そうそう。好きなんだよね。で、あの、村西監督みたいなカメラを持ってきてね。そうそうそう。それで、じゃあ、まあ、適当に、ま、あ適当に撮ってみますかみたいなことで、うん。なんか、撮ったやつを、うん。あの編集してもらい。そうですね。白濁は彼が撮って、で、次の、次の作品の話していいのここって。いいじゃないであー、まあか。彼が監督して。そうそうそう。うん アイスティルのやつはね、うん、米田さんが撮りつつ、編集もして、うん、それもこの撮ってるタイミングではつい、今日か、うん、今朝方ぐらいにやっと完成し、うんうん、なかなか面白いものになったんじゃないですかね。そうですね。たなんかそんなほら、でも何ですか作っちゃダメだったんですか 何がですかビデオ。いや、全然作,作ってて楽しいんですけど、うん、そのスケジュールがタイトなんですよ。まあまあね。はい。そうですね。もうね、和田さんのね、もう鬼のね。<laughs> <鬼>のそう。あの、ライン会をね、この岡村和義夫のライン会を、うちら二人と、まあ、スタッフ数人と、はい、ライン会があるんですけど、うちのマネージャーの和田がね、 一番しっかりしてますからね。まあ、そうですね。一番しっかりしてますし、一番あの、ちゃんと見てくれてるので、<う>先までね。だからもちろん正しいことやっていただいてるんですけど、<う>やはりね、5ヶ月連続となるとですね、一つ一つのスケジューリングはですね、そ<う>イトですよ。これはいついつまでに、その、なんていうんですか、入校っていうのをなんか入れないと、いつ配信に間に合いません。で、和田さんだけがこう進行、なんていうの、シリアスにちゃんと見てくれてるから、そうですね。それは、 そうなんですけど。そうなんですよ。うん、でも、ものすごい、こう、ものすごい情報量がそのラインにこう、ぶっ込まれてくるんで、チェラジジはなかなかついていけないんですけど、<laughs> それを、なんで見てないんだ <laughs> 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 怒られるんですよ。<laughs> ね、まあ、それだけ、こう、真剣にやっていただいてるということなんですね。すねええー、ポッと奥まででは、皆様からのメールを募集しています。恋愛相談、人生相談、人に言えない自慢、 得意な対、あなたのことを教えてください。岡村和義のオフィシャルホームページから送ってください。よろしくお願いします。